妙義にやってきました。かおー、膝すりだー。怖い。こんな感じです。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。私は今どこにいるでしょうか。こちらです。じゃーん、妙義山です。今日はね、このカーブをどんどん攻めていきたいと思います。それじゃあね、早速行ってみましょう。の前にね、ちょっとお腹空いたんで、ここの道の駅でご飯食べてきます。行ってみよう。はい、じゃあね、ちょっと道の駅入ります。ここ食事どころあるんで、そこ行ってみます。お腹空きました。腹ペコ、腹ペコ、めっちゃ腹ペコ。何やってんのかな。はい、待って、営業終了しちゃってる。しがみなの動画。はい、それじゃあね、カーブに乗っていきたいと思います。いやドキドキする。久しぶりのカーブ、ドキドキ。はい、腹ごしらえも済んだので、これから走りに行きます。行ってみよう。はい、というわけでね、妙義にやってきました。カーブ、道の駅のご飯どころがやってなかったので、下仁田ネギ、下仁田ネギポテチ食べたんですけど、めっちゃうまかったです。後引くうまさ、後引くうまさでした。めっちゃ美味しかった。せっかくね、群馬に来たので、こんにゃく食べたいっていう希望はあります。こんにゃく、こんにゃく、やーほー。カーブ、カーブ、カーブ、膝すりだー。やばい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 。あー、落ち葉、濡れ落ち葉やばくないですか。濡れ落ち葉めっちゃ怖い。ハッピープールにヤッホー。おー、はははは。こういう時2足にするか3足にするかちょっと迷うやつ。あー、なんか地味に濡れてる、地味に濡れてる。皆さんは右カーブ、左カーブ、どっちが得意ですか。いや、もしくはどっちが好きですかっていう2人なんですけど、私は右カーブ、右カーブの方が割と好きで、タイヤもね、そっちの方が切れてます、なくなってます。そろそろね、タイヤもね、変えようかななんて思ってるんですよね。一応なんか目星つけてて、ミシュラソフトクリームのね、マスカットキャラクター、そうミシュラにしようかなって迷っているところです。ちょっと他におすすめあったら教えてほしいぐらい。ちょっとね、攻めたりとかもしたいなっていうことで、ちょっといいタイヤを多分履かせたいななんていう願望があります。よっほー、今いいカーブだったね。めっちゃいいカーブ。落ち葉落ちてるの怖ー。うわーはーはー、最高。わーわー、めっちゃ上の方来た。気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。ふーはーはーはー、よし、行っちゃる行っちゃる。あー、グルーピング走行、いやだよ。急に来た。いや、二輪の天敵ですよ。本当に本当にそう、本当に二輪の天敵だと思います。これところどころ道路荒れてるから気をつけて走ろう。あー、ふー、右カーブ最高。あー、やっぱこのカーブ最高。いや、これをね、楽しみに来た。うわー、そうよー。いや、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。先が見えん。いや、落ち葉かける水しんどいや、でもこれはきっとあれなんじゃないのかな、バイク乗りの人楽しいんじゃないのかな。こんなにカーブがあるとすごい楽しいんじゃないかな。楽しめると思う、妙義。あー、おーおー、いくぞけど、まだちょっとお腹空いてます。まあ、何にせよちょっとお腹が好きつつもあるんですけど、メガネ橋をね、とりあえず目指してみたいと思います。メガネ橋駐車場って書いてある。あー、これかな、これかな、これかもしれない。よし、とりあえずちょっと駐車します。しがみなの動画。はい、というわけでメガネ橋到着です。あまりのね、
寒さにあったかいお茶買ったんですけど、これが暑すぎて持てない、全然持てない。それじゃあね、のんびりメガネ橋目指していきたいと思います。寒い、登るのかな。ちょっと登ってみます。めっちゃ階段になってます。ちょっともう少し。おお、到着です。到着しました。ちょっと中覗いてみます。こっちはねトンネルになってるみたいです。ちがみなの動画、橋のトンネルに来ました。ちょっと探検してみます。行ってみよう。はい、ちょっとね、怖い。こんな感じです。めっちゃ暗いです。めっちゃ暗いです。そしてカメラちょっと重くなってきたんで、ちょっと戻ります。すごい暗い、怖い、暗い、怖い、暗い、怖い。めっちゃ暗い、怖いです。あー、出そう。なんか出そうな感じがします。おー、でもすごくないですか？このトンネル。すごくないですか？めっちゃね、永遠に続いているみたいなトンネルです。じゃあ帰りましょうか。ちがみなの動画。はい、というわけでね、メガネ橋でした。なんかね、トンネルすごくね、神秘的で不思議な雰囲気でした。というかちょっと怖かったです。というわけでね、今回は妙義と薄い峠に来たわけなんですけど、カーブとかね、めちゃくちゃ楽しかったですね。で、だいぶ暗くなっちゃったので、帰りはちょっと安全運転であんまり攻めずに行きたいと思います。いやー、にしてもめちゃくちゃ楽しいですね。久しぶりにこんなにカーブ走ったので、すっごい楽しかったです。はい、それじゃあね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。